はい、皆様こんにちは。神戸メイクアップマイスター結城留美子です。今日もよろしくお願いいたします。さあ、今日もメイクをしていません。70代ではありませんよ。よろしくお願いいたします。軽くねファンデーションを塗ってます。実は、私のほとんどノーメイク状態のパーツバランスを見ていただけたらいいかと思うんですけれども、私から見れば左目ですね、右目と左目を比べた時に右目に比べたら少し小さいんですね。やはり加齢とともにまぶたが下がってきますよね。で、黒目の上部ですね、少しまぶたにかかってしまって視界が少し悪くなったとかね、見えにくくなった、腫れぼったくなった、そういったお悩みよくお聞きします。さあ、まあ、中には眼科下垂で手術をしなくてはいけないぐらい目が開かない方もいらっしゃいます。まあ、手術まではないけれども、少しもっとパッチリしたいなっていう一つの方法として、今日はアイプチをやっていきたいと思います。そんなん若い子がするものでしょうっていう考えの方もいらっしゃるかと思うんですけれども、意外とこれ使えます。つけまつげもそうですし、やはりまぶたを持ち上げてくれるので、まぶたをグッと上げてくれるので視界も良くなります。そして最近言われるのが、目を開けることによって肩こりがなくなった、腰痛がなくなったっていうお話も聞いたことありませんか？目と肩、腰、目が原因と思われるかもしれませんけれども、体はつながってますからね。実は私も4月ヒノキの花粉症ということで、動画の方もかなり間を空けてしまってたんですけれども、左目がもうほんと開かなくって、もう描いてはいけないんですけれども、こすっては絶対ダメなんですけど、どうしてもやはり手で目を押さえたりとかする回数が増えてしまいます。そういったことを繰り返すうちに、左目の方がだんだん右目よりか小さくなってしまいましたね。今はかなり、花粉症もなくなりましたので、開けることができるようになりましたけれども、やはり写真を撮った時とか明らかに差がどうしても出てきてしまいます。さあ、そこでアイプチで上げる、右目と差がなくなる感じまでやっていきたいと思いますね。まあ、ファイバータイプとかテープタイプとかいろいろあると思うんですけれども、まあ、こちらの色用ののりタイプのね、つけまつげでも使いましたよね。筆タイプですし、これの方が一番早いし便利じゃないかなと思います。はい。では自分の、持ち上げたいところにちょっと、実は分かりやすいようにコンタクト入れてしまうと、やはり目が変わってしまうので、今コンタクト入れてないので少し私が見えないので、ちょっとカメラ近づけますね。こう開けた時にね、しっかりこれぐらい上がりますよね。ここにね、ここにつけていきたいと思いますね。まず上げたいところにのりで、まず目をつぶってもらって、あ、ここですね、このちょうど二重の上のライン、ごめんなさいね、今ねよく見えないんで、まあこんな感じで、漢字を使ってもらったらいいかと思うんですけれども、のりをはいつけました。まあ、ちょっと少しね、
つけまつげと同じで少し乾かした方がいいかもしれませんよ。あとはこういうね、付属品にこういうのがついてますのでね、これをグッとこう今当てたのりのとこに当てますね。で目を開けるんですね。でぐーっとね、見えるかな、こんな感じで、もうこれでついてくっきりとまぶたが上がった感がある、上がったのが分かるかと思うんですけれども、こんな感じで、どうですかね、黒目が上がりましたかね。これはアイシャドウとかつける前に行ってくださいね。アイシャドウがついてるとノリがつきにくいですので、これ終わってからアイシャドウをつける感じにしていきますね。はい、これで気持ち、黒目の中央が上がったかと思うんですけれども、自分の中でもう少し、目尻側、目頭側も上げたい場合はのりもしっかりそこまでつけてあげるといいかと思います。ただちょっと欠点として、やはりその、目が開く面積が広くなるということは、それだけ空気中にさらされるということになります。そしてビューラーで上げてまつげも上げるとなると乾燥するんですね。はい、だからちょっと頻繁に目薬入れたりとかしなくちゃいけないっていうちょっと困ったこともあるんですけれどもね、でもやはりバランスを取るっていう意味でもアイプチは上手に使ってもらったらすごく便利なものかと思います。そんなにテクニックいらないのでね、なんかちょっと左右の目が気になるなと思われる方、ちょっとまぶたが重たいなって思われる方、この二重用まぶた用化粧品、これはアストレイビルゴシャンディさんが出しておられる、もういろんな商品出てますけれどもね、まあ肌にいいものを選んでいただいて一度試されてみてはいかがでしょうか。今日もありがとうございました。次回はね、私が使っていいな、なかなかいいなっていう化粧品紹介をやっていこうかなと思っています。また見てください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。